ャガイマ大変な時期に生きてるってさっきダスティンから聞いたよ。でもね、たとえ君の会社が潰れてしまっても僕は君の友達であり続けることは変わらない。そんなことをなぜか日曜日の初台のスタジオでレコーディングしてる僕、それはトムのことを歌にして歌っている。ボクシングやったり宅飲みしてみたり、そんなことをこれからも続けていくんだろうなと酔っ払いが歌ってる。こんな目で歌ってる、うつろな目で歌ってる。だんだらこれから言うよ。僕の考えるトーマス・バーグマンについての感想を一言だけ述べる。